エコハちゃんは山口県宇部市の市環境イメージキャラクターである。宇部市原リサイクル共同組合が宇部市の時は公園や緑を想定した森の妖精というコンセプトでキャラクターの原画を制作し、2010年10月12日に同市に寄贈した。この原画をもとに同組合は着ぐるみも制作、同年10月31日に開催されたエコフェア2010イン宇部で寄付し、 贈呈式も行われた。同フェア会場ではこのキャラクターの愛称も募集したところ170点の応募があり、その中からエコハちゃんが選ばれ決定した。その後、エコハちゃんの着ぐるみは市のイベントなどに参加していたが、2011年頃よりインターネット上でポケットモンスターのピカチュウに似ていると話題になり、市役所に問い合わせが寄せられるようになった。 図案段階では似ていなかったが、着ぐるみは完成時から試食員の中でも似ているとの声が上がっていたという。上市はポケットモンスターの著作権を管理するブランドマネジメント会社ポケモンと協議した結果、着ぐるみは今後使用せず、イラストは活用する内容で合意。久保田紀美子市長が記者会見で発表した。株式会社ポケモン側もこれを機に、 良好な関係を築きたいとした。着ぐるみの使用はできなくなったものの、市内の環境ポスターなどで、現在もエコハちゃんのイラストは多く使用されている。また、宇部市では、当キャラクターの名前を冠した、環境地域通貨、エコハが2013年7月から配布されており、2021年、現在も県にはエコハちゃんのイラストが採用されている。ありがとうございます。